まして、水原千鶴と言います。振られて落ち込む俺の前に現れたのは和也くんだよね。けなげで可憐でおしゃれでスタイル抜群、めっちゃ可愛い、誰もが羨む理想のレンタル彼女。寂しくない人なんていないのよ。隠せる人が多いだけ。みんな心に開いた穴を仕事とか恋人とかで埋めてるのよ。おお。たった一度のレンタルで輝き出すリアルがある。彼女、お借りします。自分、ウサギかよって思ったら、また呼んで。